ガンダムのおっちゃんと一緒に日曜が終わることに憂鬱を感じるみんなの反応集。ではどうぞ。ガンダム、ああ、日曜が終わってまう。ガンダム、後輩らは今頃何しとんのやろ。ガンダム、この SH がチクチクするな。こんなんじゃ楽しい時作るれんで。その S バンダイの大家軍に怒られない。ガンダム、陸ガンでもええから誰か来おへんかな。なんか気持ち充電されてく気がするけど、おっちゃん核融合炉で無限パワーだからようわからんわ。ストライクくんやったら充電式やからちょうどええかもなー。おじき、オルフェンズくんは毎週日曜に働いてたんですよ。恥ずかしくないんですか。おっちゃんその S おっちゃんより高いで3倍くらいするで。ガンダム、冗談きついわ。ほんまならコストのかけ方間違えとるわ。おっちゃんが特に安すぎるんちゃう。モビルスーツはおっちゃんもわかるけど、最近は戦艦も女の子になっとるらしいな。時代の波についていかれへんわ。おっちゃん、あのクオリティをあの値段でお出しできる B 社がおかしいんすわ。武器やキットもそろそろ薄利多売にならんかのー。あー暗くなるー。ジオン星人でもせめてこうへんかなー。これだけ金がかけて安く売れるのもガンダムというコンテンツが大いに貢献してると考えるとおっちゃんのおかげやね。長い一週間の始まりが来るー。晩飯作る気力もあかん。ユニコーンくん作りに来てくれへんかな。ユニコーンくんなら新作プラモでバキバキに結晶化してますよ。わいわいねん。現場仕事はうちの相棒とニューくんがやってくれとるんやし、寂しくなんかないで。ほんまやで。ガンダム、手の空いてる後輩誰かおらんのかいな。ファーストの危機やっちゅうのに白状やでみんな。おっちゃんこんなんしてて暇に見えるやろ。まだまだ仕事入ってき4年休みしっかり取らせてもらえへん。最後にみんなで集まったんいつやろ。元気かなー。ライダー班、ウルトラマン班、マジンガーのおじきは今でもバリバリ現役で映画やってますよ。わい、あのゴジラくんとも共演したことあるんやで。すごいやろ。普通にすごいの出されると反応に困りますわ。ガンダム、最近は後輩らも仕事で集まっても終わったらさーっと次行って冷たいもんやで。そうや、この椅子に晩飯作ってもらおうか。でも座る場所なくなるしなー。おっちゃんもポーンと映画化されて、オレンジさんとこの CG でガシガシ動いてみたいわ。プラもアニメでも主役ハレン。おっちゃんはどこ行けばええんやー。しまいななくでいなけんけどな。ロボットやからマシンやから。オリジンで出番も兄弟も増えますやんか。ライダー班も最近の後輩の名前覚えきれんって嘆いとったわわい。もちろん大事な後輩はみんな覚えとるよ。オルガくんやろ。おっちゃんにもオリジンくれやー。キャスバルのボンばっかずるいでー。バルバトス、シネやサーモンピンクー。ザク、あかん、バレとる。それでええんや。その行き屋でオルフェンズくん、やっとドンキに合うな君。あれ、あんな武器やったっけ。若いもんはやっぱ勝ち込みやな。それおじきのやりちゃうのん。あいつにビーム兵器持たせたらドンキに変化するの不思議やな。ハイパーハンマーすって避けそう。サーモンピンク何したの。バルバトス、名をあげるにはそれ相応の部君がって。おっちゃんが、おじきの敵は俺の敵、勝ち込みたい。ピンクの彗星も屋台骨だから大事にせんとなー。おっちゃんも昔はようやったなー。最近は使用者責任とかでおっちゃんもパクられるで。若いっていいなー。なぜか返り討ちな雰囲気を感じる。まあ気づいてるし。絵の部分掴まれてジタバタしてるオルフェンズくんを差し置いておっちゃんと談笑するのはわかる。オルフェンズくんがバテるとザクも合わせてゆっくり避ける。ピンクは蹴りが厄介。この色の一族はすぐ足が出るからな。おっちゃんを完全に圧倒してたのなんて後にも先にもこいつくらいだからな。オルフェンズくんも結構足癖悪いし。オルフェンズくんはどっちかというとテクテニンのパーツ奪うという意味でも、爪でこじるという意味でも、背中からも手生えてコクピッとえぐってくるからね。オルフェンズくん、くんが倒すべきは私じゃないはずだ。そういえばオルフェンズくんってライバルらしい。ライバルいなかったね。おじきの命令は絶対だ。ピンクの口先八丁も鉄砲玉には届かないんやな。振り向いた勢いでコクピット蹴るのはわかる。玉取らせてもらいます。夕焼け背景に両方へばってるとこまで見えた。ほな行こかジムくん。
今日はどこ行くですか？まずバエル君を至極やろ。どうでもいいですけど、肩とかそんなゴテゴテなんか書いてありましたっけ？ガンダム、今風やろ。なんでもデカールっちゅう張り物らしいんやけど、若い衆がつけてくれってうるさくてな。ジム、バエおじきもいろいろ面倒なんですね。おしゃれしてみたんやで。ジム、あと膝に顔みたいなもんありますけど、それなんです？ガンダム、これが本当の膝が笑うってやつや、おもろいやろ。ジム、おじきはほんとそういうの好きですよね。はは、ガンダムさんはいっつもおしゃれでいいですね。僕もかっこよくリメイクされませんかね。自分を大事にせなあかんで。ガンダム、ジムくんももう何年も決定版とか完成形とかいは続けてるやんか。わしこれでも時代に遅れんように結構必死やねんで。ところでキャノンさんとタンクさんはどうしたんです？ガンダムさんボリモンはちょっと弱そうなのがいいとか、あんまり動かないところがいいとか言われますけど、それはそれで辛いんですよ。あのキャノンさんとタンクさんはフロントアーマーさんブロックかはおっちゃん許さへんで、こないだこの格好でハリウッドデビューしたんやで。おっちゃんおしゃれしたんはいいけど、戦闘も温泉も入れなくなったんや。ガンダム、次の人どうぞ。なんやストライクくんやんか、顔色悪いな。全身灰色になってるで。おっちゃんの中の人が机に、これ入れてるとな、腰が曲がらんねん。これは内臓模型や。陸眼です。膝が痛いので痛み止めください。輝きうちは控えろって言うたやろ。今の輝きは仕事にもなってるんで、そうもいかないんですよ。失礼します。ダブルゼータくんは最近少し痩せたな。もう少しでメタボ脱出やで。もともと身長はおっちゃんより高くて、体重はおっちゃんより軽いんですけど、荷物が重いだけで。エクシアくんは大変やな。二回も大破して、太陽炉もぶっ飛んでしもてるやん。でも全開したみたいでよかったな。患者多すぎない？おっちゃんが体調崩すわ。うわ、ユニコーンくんなんやねん、その緑の吹き出物気持ち悪。ターン A 君はいつも健康やな。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はいければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。